8時になりました。明日12月12日火曜日に向けた株式投資についてお伝えいたします。まずは外境引け後に発表された有望 IR、その他の IR、昨日発表された IR の値上がり率ランキング、本日のストップ高ストップ安、本日の値上がり率、値下がり率ランキング、新規上場スケジュール、決算スケジュール、配当関連情報、アソンデイトレ候補、 トピック。逆張り候補、順張り候補。今日の気になるチャート。去年の今。リバドリ候補、空売り候補。本日のバッド IR。この順でお伝えいたします。まずは会長です。ダウ、ナスダック、日経ともに上げとなりました。ダウは130ドルの上げ、プラス0.36%。ナスダックは63ポイントの上げ、プラス0.45%。 日経は483円の上げ、プラス1.50%、1ドルは146円22銭、円安に触れ146円台で推移しております。午後2時時点での東証プライムは、値上がりが1343銘柄、値下がりが280銘柄、変わらずが35銘柄、7割以上の銘柄が上がった状況です。 アメリカの方は発表された非農業部門雇用者数は市場予想の19万人を上回り失業率も低く平均時給も上がっていたため利下げ期待が後退し下げで寄りつきました。しかしその後発表されたミシガン大学の期待インフレ率が予想を下回っていたことで変われました。日本の方はアメリカの流れと 円安の流れで買われております。アメリカ国債10年物の,の利回りは上昇し4.2%台で推移しております。日本の方はさらに上昇し0.78%台で推移している状況です。ドル円は円安に触れ146円台で推移しています。 原油は引き続き1バレル71ドル台で推移しています。業種別株価指数の方はほぼ全面高の状況となりました。下げたのはその他金融の一業種のみです。下げた下げ幅もマイナス0.01%。非常に小さい状況です。電気ガスの4%を超える大幅な上げが目立ちます。 不運は火曜日から好調で、単独で5連投の状態になっています。売買高ランキングの方も、ほぼ全面上げの状況です。1位のレーザーテックの売買代金は、これで52週、あ、52日連続で2000億円台を確保しています。本日、半導体は上げ下げ、まちまちな展開となりました。 東京電力は原発再稼働を思惑で引き続き大きく買われております。銀行株も引き続き国内金利の上昇で買われております。三菱商事をはじめとする商社株はアメリカの景気交代懸念が遠のいたことで買われております。経済スケジュールの方は今夜の CPI。 そして明日の日銀短観と FOMC、そして ECB が続く状況です。次に引き声に発表された U ボ IR です。まず、ココトブキヤ。トブキヤはフィギュアやプラモデルなどの企画、製造、販売を行う会社です。テレビ朝日との資本業務提携が発表されました。コトブキヤはこの日の取引終了後、 テレビ朝日ホールディングス参加のテレビ朝日と資本業務提携すると発表した。これによりオリジナル IP、コンテンツの共同開発や両社の保有する IP コンテンツを活用したビジネス展開、人事交流を通じた両社のコンテンツ開発、展開力の強化を図る。また、メタバースなど新領域でのビジネス展開にも取り組む構え。 基本面では、テレビ朝日がことぶき屋の複数の既存株主から市場外の相対取引で株式を取得し、ことぶき屋株の12.89%を握る筆頭株主となる見通し。こういった内容です。本日の株価は1420円。出来高は3万7000株です。この3万7000株の7倍くらいですが、 23万株の信用概算がある状況です。1年の株価の動きは12月7日に1391円ですのでここが最安値です一方6月29日に2950円ですのでかなり高い位置ですここら辺の位置です11月14日に第1クォーターの形状は 86%減益というを発表したことにより、このような急落となっています。この急落後もこのように下げトレンドになっています。信用いが多いという点はご注意ください。次にマルチオ山岡屋です。マルチオ山岡屋は豚骨ラーメンチェーンを運営する企業です。今期形状を76%情報修正。 最高、最高益予想を上乗せという発表がなされました。24年1月期第3クォーターの経常利益は前年同期比3.8倍の13.8億円に急拡大した。合わせて通期の同利益を従来予想の10.5億円から18.5億円に76.2%上報修正し、増益率が80.4%増から 3.2倍に拡大し、従来の4期ぶりの過去最高益予想をさらに上乗せした。8月から10月期、第3クォーターの経常利益は前年同期比2.7倍の8.9億円に急拡大し、売上営業利益率は前年同期の6.2%から12.3%に急改善した。今回の要因としては、 コロナ収束による人流の増加、そして値上げが挙げられています。本日の株価は3095円、出来高は21万株です。この21万株より若干少ないくらいですが、15万株の信用外算がある状況です。1年の株価の動きは12月8日に2750円ですので、 ここが最安値です。そして10月2日に4640円ですので、ここが最高値です。先週金曜日に11月度既存店売上高が前年同期比34.5%増であるということを発表したことで、本日期待上げでこのように10%を超える値上,げ値上がりになっています。 本日のこの出来高を伴った期待上げについてはご注意ください。次に J リースです。J リース,リースは家賃債務保証を行う会社です。今期配当を10円増配という発表がなされました。24年3月期の年間配当を従来計画の70円から80円に増額修正した。 本日の株価は1779円。出来高は7万株です。この7万株の 6, 6倍以上ですが、46万株の信用概算がある状況です。1年の株価の動きは10月24日に1744円ですので、ここが最安値です。一方、1月4日に2861円ですので、 ここら辺の位置です。直近はこのように下げトレンドの底根県での今回の IR です。今回の増配で配当利回りは4%を超える高配当株となりました。稼ぐ力も非常に高い会社です。信用いが多いという点はご注意ください。その他の IR です。 本日 IR22 件出ております。上3件が今お話した内容です。この他にフィットが34%の減益、IKK が7%の増益、モロゾフは赤字,赤字縮小、学上は1%増で3期連続最高益、前期配当を3円増額、今期は1円増配。 ギグワークスは黒字不上。1円の増配。パーマフーズは黒字不上。アマガサは赤字縮小。厚生 RE は赤字転落。GA テクノロジーズは67%増で2期連続最高益更新。そしてザッパラスは黒字不上。システムデイは3%増で8期連続最高益。 前期配当を1円増額。今期は1円増配。アイ,アイメーカテックはマシタン解除が発表されました。サムコは8%の減益。萩原工業は2%の増益。東宝は22%の情報修正。対抗益予想を上乗せ。そしてジェンダーは、第3クォーターの進捗率は82.5%。 シルバーライフは2%の減益、TEC は2%の情報修正。最高益予想を上乗せ。グローセルは旧村上系の南青山不動産が5.92%の対応報告書を出しました。これについては後ほどお話しいたします。次に昨日発表された IR の値上がり率ランキングです。 値上がり率第1位はヒーローズでした。増益を発表したことにより、前日比23.5%の株価上昇。本日、よりからストップ高でしたので、より引き出の差はありません。2> 第2位はフリービット。情報修正と増配を発表したことにより、前日比18.7%の株価上昇。本日、よりからストップ高でしたので、より引き出の差はありません。 ありません第3位は族。増益を発表したことにより前日比17.7%の株価上昇本日寄りで買って引けで売ると2.5%の利益となっておりました4位以下ご覧の結果となっております12位まで25位まで37位までそして42位までです 次に本日のストップ高とストップ安です。本日ストップ高4件出ております。ホーブ、アソ、アソフォームクリートは2日連続、アウトソーシング、アウンコンサルティングも2日連続、トリキ族、ヒーローズ、QPS 研究所、エンド製作所。このうちホーブは1、1号の 新品種の品種登録出願を行い、受理されたと発表したことによるものです。アウトソーシングは TOB です。取貴族は増益です。ヒーローズも増益です。QPS 研究所は12月6日の新規上場銘柄です。本日、ストップ安も2件出ております。霞が関キャピタル、そしてラコリア創薬。 霞ヶ関キャピタルは公募同士の発表によるものです。ラコーリア創薬は赤字に下方修正。次に本日の値上がり率と値下がり率ランキングです。値上がり率第1位は新バイオ製薬でした。前日比33.8%の株価上昇。第2位はアウトソーシング。前日比26.0%の株価上昇。 第3位はアウンコンサルティング前日比25.3%の株価上昇値下がりは第1位がラクオリア創薬前日比マイナス17.5%の株価下落第2位は霞ア関キャピタル前日比マイナス17.4%の株価下落第3位はデジタルプラス 前日比マイナス15.1%の株価下落でした。次に新規上場スケジュールです。12月15件予定されているうち2件が終わったところです。アウトロックコンサルティングは明日上場いたします。そしてブルーイノベーションも明日上場。S&J は抽選申し込み受付終了です。買力屋も受付終了。 雨風対応も受付終了しています。Snetworks も受付終了。ロココも受付終了。ナイルも受付終了です。m ー u s は明日まで抽選申し込み受付中です。そして Human Technologies も明日まで早稲田。早稲田学習研究会も明日まで。そして Narnet Communications は明後日まで抽選申し込み受付中です。 そして、ゆとりは明日から抽選申し込みが受付開始されます。発値予想など詳細はこちらの動画をご参照ください。次に、決算スケジュールです。明日は12件が予定されております。今週来週の主な決算、このようになっております。明日はすべて引き後の発表で、くら寿司、野島化学、 SYS ホールディングス、ウィルコホールディングス、イムラ、ポールトゥーウィン、ジェームホールディングス、日東西網、シャノン、カキアス本店、リッチアイ。このうち SYS ホールディングスは本日年初来高値を更新しています。くら寿司とウィルコホールディングスは進捗率あまり良くない状態です。くら寿司は貸借倍率、 0.20倍で空売りが非常に多い状態になっています。2週間分の決算スケジュールはこの動画をご参照ください。次に配当関連情報です。12月の高配当ランキング、このようになっております。年間配当金での利回りランキング、そして単月配当金での利回りランキング、12月の 権利付き最終日は12月27日水曜日ですそして1月の高配当ランキングはこのようになっています年間配当金での利回りランキングそして単月配当金での利回りランキング1月の権利付き最終日は1月29日月曜日です詳細はこれらの動画をご参照ください 次にアソンデイトリ候補10選です。明日、場中で大きな値動きをしそうな銘柄としては、アルトナー、トリキ族、フリービット、Gnext、ヒーローズ、新バイオ製薬、日本ビジネスシステムズ、ティクサー、QPS 研究所、東京電力。このあたりがアソンデイトリに向いてくるのではないかと思われます。次にトピックです。 本日2件お話しいたします。ツルハの買収とグローセル。旧村上系が、旧村上系が5.92%の大量報告書。まず、ツルハの買収。こちらは金曜日の夕方17時にブル,ブルームバーグから出た記事です。アメリカベインや KKR など複数ファンド、 鶴派ホールディングス買収に名乗りアメリカ・ベイン・キャピタリや KKR ブラックストーンを含む複数の投資ファンドなどがドラッグストアチェーン大手のツルハホールディングスの買収を検討していることが8日分かったツルハは買収受け入れによる非上場化を模索している 事情に詳しい複数の関係者が匿名で、匿名を条件に明らかにした。関係者らによると、非上場化などの検討は初期段階で、鶴ハは検討を取り下げたり、超学出資などの提案を採用する可能性もある。鶴ハの買収検討について、ベインキャピタル、KKR、ブラックストーンの広報担当者はコメントを 差し控えるとした鶴派の担当者もコメントを控えた鶴派の株主構成は物言う株主も目立ち創業家の持ち分は10%未満にとどまる株主対策から離れ成長戦略に集中するため非上場化などの検討を進めているこういった記事でした次にグローセルの方です こちらは旧村上系が5.92%の大量報告書を出しました。こちらは先ほど16時20分の大量報告書です。グローセルは半導体や電子部品の商社です。このように旧村上系南青山不動産がない状態から5.92%の大量報告書です。 株数としては170万株。明日の市場が色めき立つかもしれません。次に今日の気になるチャートです。まず下げてる株、反転狙いの逆張り向けとしてメルカリ、そして上げてる株、トレンドに乗る順張り向けのお話として札幌ホールディングスについてお話しいたします。まず上げてる株の札幌ホールディングス。 サッポロホールディングスはご存知の通り国内第4位のービールメーカーです。アサヒビールとポッカを傘下に持っています。セブンアイにプライベートビールを供給しています。ヤクルトとも業務提携している状態です。こちらが株価のチャートですが、このように8月に入ってから株価は綺麗な右肩上がりで上昇し、8月8日 8月4日の3488円から2倍近くに上がり年初来高値を更新しているところです売上高と営業利益はこのように売上高も営業利益もあまり安定していない状況です売上高のセグメント構成は酒が7割を占めていますが 食品も4分の1ほどあります。一方、不動産もやっていて、利益率で見ると、不動産が断突で高い状況になっています。こちらが各セグメントの動きですが、コロナの回復で酒類がこのように順調に伸びている状況です。配当は、 直近11年で、減配はないものの、伸びはあまり良くない状況になっています。こちらは11月10日に発表された決算です。今期最終を27%情報修正。23年12月期第3クォーターの連結最終利益は、前年同期比42.2%減の30.5億円に落ち込んだ。 しかしながら合わせて通期の同利益を従来予想の55億円から70億円に27.3%上方修正し、増益率が0.9%増から28.4%増に拡大する見通しとなった。7月から9月期、第3クォーターの連結最終利益は前年同期比43.7%増の 81.6億円に拡大し、売上営業利益率は前年同期の5.9%から8.9%に大幅改善した。こういった内容でした。経常利益の進捗状況は、第1クォーター、第2クォーター、第3クォーター。このように、第1クォーター、第2クォーターは赤字が続きましたが、第3クォーターで一気に巻き,巻き返し、 通期のコンセンサスも達成できそうな状況になっています。決算発表の翌日、このように株価は窓を開けて上昇し、プラス5.7%の値上がりとなりました。信用取引の状態は、直近3ヶ月は常に空売りが多く、 需給は非常に軽い状態が続いています。本日の株価は6108円。出来高は72万株です。こちらは2021年、2022年、2023年の売上高、経常利益、最終利益、一株利益、一株配当の見込みです。このように増収、 増増益で増配の見込みとなっています。株価はかなり割高で配当も低く稼ぐ力も低い状態です需給は非常に軽い状況になっていますテクニカルについてはパラボリックは上げて転倒マックリーは不明確です RSI はやや過熱気味ですボリンンジャーバンドは、 これといったシグナルはない状況です。踏み上げ相場になっていると思われますので、明日の引け後に発表される信用データに注目したいところです。次に、今度は下げている株、判定狙いの逆張り向けのお話として、メルカリについてお話しいたします。メルカリはご存知の通り、日本最大のフリーマーケットサービスを運営する会社です。 アメリカにも進出しています。一方、イギリスは撤退しました。スマホ決済のメルペイも展開しています。2021年には暗号資産のメルコインも設立しています。こちらが直近1ヶ月の状況ですが、このように直近1ヶ月は一方的な右肩下がりの状態になっています。 売上高と営業利益。こちらは売上は順調に伸びているものの、利益は不安定な状態になっています。しかしながら今年は利益、過去最高益を見込んでいる状態です。配当は上場以来無配が続いています。こちらが11月13日に発表された決算です。 7月から9月期第1クォーター最終は4.5倍増益。24年6月期第1クォーターの連結最終利益は前年同期比4.5倍の28.1億円に急拡大した。7月から9月期第1クォーターの売上営業利益率は前年同期の6.5%から10.1%に大幅改善した。こういった内容でした。 経常利益の進捗状況は、このように第1クォーターは卒なくコンセンサスを超えてきた状況です。決算発表の翌日、株価は高値で寄り付いたものの、このように大陰線となり、マイナス3.8%の下げとなりました。そしてここからが一方的な下げが続いている状況です。 信用取引の状態は、ここ3ヶ月を見ると、株価が下がり始めた位置から、空売りが減少し、信用買いが増加したことで、対尺倍率は3.1倍から13.2倍に悪化している状態です。おそらくこれが下げが続いている原因かと思われます。本日の株価は2678.5円。 出来高は 300, 300万株です。3年間の業績見通しは2024年の見通しはまだ開示されていない状況です。株価は割高で配当もありません。需給は非常に重い状態になっています。テクニカルは一目均衡は分厚い雲が垂れ下がってきています。 パラボリックは下げで転倒。マック D はデッドクロスを形成し下げトレンド。RSI は30近辺で推移しています。ボリンジャーバンドはバンド幅を拡大し、マイナス2シグマのバンドウォーク状態ですが、本日外れてきました。まだ強い下げ圧力が見られます。反発すれば急速な戻りも期待できるので、 明日の引け後にに発表される信用データに注目したいところです次に去年の今についてお話しいたします。去年の1週間後を振り返るセクションです。今年もまた同じことが起こるかもしれません。また上がるという確信じみた話ではありませんので、その点はご注意ください。本日は昨年12月の15日について振り返ります。この日は、 日相が2.3倍の増益を発表したことにより、前日比25.6%の株価上昇。イントループは営業利益12 2. 2、122.2%増を発表したことにより、前日比20.0%の株価上昇。そして三農は58%の増益、上期計画を超過、前日比16.6%の 株価上昇そしてブラスは6.1倍の増益前日比15.7%の株価上昇マクビープラネットは4月期上期は連結営業利益9.2億円前日比15.3%の株価上昇組合価格は期末配当を14円に決定したとの発表で前日比10.9%の株価上昇でした 次に、えー、本日の Bad IR についてお話しいたします。本日は、厚生 RE とマミヤ OP です。まず、厚生 RE。厚生 RE は、福岡市地盤のマンション開発と分譲を行う会社です。第3クォーター形状は赤字転落という発表がなされました。24年1月期、第3クォーターの連結形状利益は、 前年同期比74.6%増の14.7億円に拡大し、通期計画の16.7億円に対する進捗率は88.0%に達し、5年平均の44.8%も上回った。8月から10月期、第3クォーターの連結計上損益は0.8億円の赤字に転落し、売上,売上営業損益率は 前年同期の19.7%からマイナス16.2%に急悪化した。こういった発表でした。本日の株価は1055円。出来高は10万株です。この10万株の1.5倍くらいですが、15万株の信用概算がある状況です。1年の株価の動きは3月14日に710円ですので、ここら辺の位置です。 そして12月5日に1124円が最高値ですので、ここが最高値です。直近はこのように25日線をサポートラインとした上げトレンドとなっています。配当はそこそこで、稼ぐ力も高めです。信用外は多い状態になっています。そしてマミヤ OP。マミア OP はパチンコ周辺機器の会社です。 新株予約権の発行が発表されました。こちらがその内容です。潜在株式数として165万株調達金額としては23億円になっています。本日の株価は1428円、出来高は5万5000株です。この5万5000株の10倍近い数ですが、4。5万株の信用概算がある状況です。 一年の株価の動きは6月19日に1305円ですので、ここら辺の位置です。一方、9月28日に2041円ですので、ここが最高値です。このように直近は下げトレンドの底値圏となっています。PBR は1倍割れで、PER を加味しても割安です。 回答もそこそこあり、稼ぐ力も高めです。信用外は非常に多い状態になっています。明日に向けた株式投資についてお伝えいたしました。高評価、チャンネル登録いただけるととても嬉しいです。よろしくお願いいたします。